はい、声で書く日記。今日は9月3日。秋晴れ、快晴、雲一つない、爽やかな、ちょっと肌寒いぐらいの。天気は良くて日差しは強いんだけど肌寒いという、そんな札幌です。なんと199個目になりました。次回200ですね。200記念特大号を出さなきゃいけませんね。今日のタイトル。まあ今日も淡々と声で書く日記お送りしていきたいと思います。フォロワー限定やめました。タイトル。飽きの来ない秋の虫と呆れるほどにコンスタントなカラスと、喜怒哀楽と引きこもごもと、平穏な日々と心機一転始まりの秋の話。秋に始まり、秋に終わるタイトルつけてみました。まずは声で過去日記からいきたいと思います。声で過去日記というのを始めて、これでもう16個目のエピソードになりました。ちょうど去年の9月4日ですね。なんと、カッパと人妻と人生の喜怒哀楽と思わぬ展開の話ということで、ここでカッパと人妻、ハマってる話が出たんですね。やっぱり喜怒哀楽のある音声配信いいよねっていう話をした。人生引きこもごもでいいよね。そろそろ聞きたいな。まだかな。という感じですね。それから、あとはまあ私がその、ね、このリスンケアフリーは声の日記というわけじゃないんだけど、声の日記になってきたねなんて話をしてるのと、他の番組の話をして、まあ思わぬ展開がいろいろあるよと。リッスンのホスティングが始まって、この1ヶ月の思わぬ展開について語ってるっていうね。そんな9月でした。で、そんな中で、まあ、ね、タイトル戻って後ろから行くと、心機一転始まりの秋ということで、去年の秋というか、まあ夏から始まってね、いろんな展開が秋にあって、9、10、11とあって、で、12月は年末アドベントに向けてね、いろいろ楽しい時期でした、去年。まあ今年も楽しいんですけど、今年はまた違った形で心機一転始まりの秋かなと。リッスンホスティング2年目に入って、2週目に入って、私のこういうのも2週目に入って、なんかまたちょっとこう一周ぐるっと螺旋状で回って、少し2階3階に上がってきたみたいな、そんな感じがしますけどね。まあそのままずっと上がっていくと、こう天国へ向けての螺旋階段登っていくのかもしれません。まあわけわかんない話ですが。まあそんなことで、まあ心機一転始まりの秋かなと。で、秋つながりで飽きのこない秋の虫ってことで、まあ秋の虫が本当に朝も鳴いてる、夕方も鳴いてる、日陰に行くと昼間も鳴いてるって、これやっぱり聞いてていいですね、秋の虫はね。ああ、いいタイミングでカラスが鳴いてくれました。飽きれるほどにコンスタントなカラスってこれですね。非常にもう今日は朝からコンスタントにカラスがあーあーあーって入れてくれるんですね。だから他の今日配信のエピソードには結構カラスが登場してます。はい。もうこれはしょうがない。カラスの声は窓閉めても響いてきちゃうんでね。呆れるほどにコンスタントにカラスがカーカーカーと鳴いているんですが、何なんでしょうね。これは子育て終わって。はい。はい、いいタイミングですね。コンスタントなカラス。呆れるほどにコンスタントなカラス。もうこれはもう、飽きが来ないどころかもう、一回で飽きちゃうんでね、もうやめてほしいんだけども、しょうがないですね、これカラス。ずっとやってます。はい、今日はもうカラスと共存するしかないかなと思ってます。で、喜怒哀楽。カラスにまあ怒ってもしょうがないんでね、まあ笑うしかないなと。ね、まあ楽しむしかないなと。ということで、カラスの愛の手も楽しみながら、ポッドキャスト配信。それから、喜怒哀楽の、まあ、喜と怒は、と楽は言ったんで、愛だね。やっぱ秋は物悲しいですね。秋の虫、秋の来ないとか言いながらも、秋の虫の声聞いてると、なんかね、いろんなノスタルジックな気分にもなれば、人肌恋しく、人肌恋しいって言っちゃいけないか。いろいろ人恋しい季節にもなるしね。秋はこんな時期なんですね。まあそんなわけで、はい、呆れるほどにコンスタントなカラスが鳴いてくれてますけども、まあいろんな引きこもごもを織り交ぜながら、この9月、10月ね、乗り切っていこうかなってわけわかんないですけど、まあ10月末私誕生日なんでね、還暦の1年も終わるので、
まあ61歳になったらまた心機一転ということもあるし、それに向けての心機一転もあるし、例えば声で書く日記は400回じゃないや、200回記念になるし、ちょうど今日配信したばかりの、月刊始めるキャンパスは、ね、一周回って一周年経ちましたしね、13号出しましたし、いろんなものがこう結構節目節目でやっぱ一年経つと回ってくるなという気がしてるので、まあそういう意味では、ね、まあ日々平穏に過ごしてますが、毎日のルーティーン、毎週のルーティーン、毎月のルーティーンやりながらもなんとなくこう違うステージにどんどん上がっていくみたいな、下がってんのかもしれませんが、ね、まあそういう意味では、いろいろ面白いですね。ということで、今日の声で書く日記はこれぐらいですね。まあ、淡々とお送りしている声で書く日記でした。何かご質問ご意見ありましたらメッセージ送っていただければ、はい、コンスタントにカラスが呆れるほどに泣いてますので、ここで終わりたいと思います。最後までお聞きを読みいただきありがとうございました。ではまた。良い一日を。